はい、はい、土曜でどうでしょうでございます。どうもこんばんは。こんばんは、こんばんは、はい、今日はですね、はい、J リーグ最終節ありましたね。ありましたね。ありましたね。ありました。なんか俺これ関西観覧席で見てる人みたいなあの当選で当たった人当選で当たった厳選なる抽選の抽選すごい特別席特別席ね、すごいありまして、はい、まあ今日はもう優勝はもうねフロンターレ決まって、ね、ACL 争い ACL 争いが3位に鹿島が、はい、なんだかんだ、はい、鹿島札幌ダメ、札幌ダメです。ドローですね。勝ってたんだよね。はい、はい、であとはあプレーオフじゃない入れ替え戦の残留争いですね。いやすごいですね。これ何チームありました。勝ち点41いっぱいありましたね。5チームですか。5チーム 5チームか、はい、マリノス、ね、ベルマーレ残留できました。はい、よかったカップ戦優勝してね降格とかねちょっとねベルディじゃねえんだからっていう話ですよね。軽くディスってる。軽くディスってる。すいません。ちゃんと出てる。出てますよ。出てますよ。はい、おもう早速出てます。出てますね。もうテロップ出てるんでね。はい、はい、今日のゲスト、はい、神奈川県社会人サッカーリーグ一部の、品川カルチャークラブ横浜の GM 吉田祐介さんです。よろしくお願いします。ね、先月と先々月で関東社会人サッカー大会の特集というかそういう話をしまして、はい、でまあ坂戸と横浜じゃない品川がやって、まはい、ね、坂戸さんが負けて負けましたね。負けて、はい、日比野さんがこのシャツを着るっていう罰ゲーム別にそんな約束はしてなかったんだけどねおいまさかね、はい、僕は着ると思わなかった。罰ゲームをするってそうですね。で、まあ、埼玉県ね、はい、ここに来た全員全滅しました、ね、全滅でしたね1回戦で綺麗に全滅でしたね。うん、で、はい、品川さんは2回戦で、はい、悔しい敗戦と3回戦で悔しい敗戦と西ヶ丘、ねね、西ヶ丘もね良かったね。西ヶ丘まで羨ましいわ。いや西ヶ丘最高でした。最高でしただと思うわね、え西ヶ丘で公式戦やったことありますっていう人は ねうまいですからね、間違いなくね。まあということで、まあ、軽くね、軽くっちゃ失礼なんですけど、軽くそういうのも振り返りつつ、はい、振り返って大丈夫ですか。ちょっとまだ心の傷は消えてないんですが、諸先輩方前にしたらやるしかないですねということでね、はい、はい、お送りしていきたいと思います。みんなサッカーのユニフォーム着ていますが、一人だけ、はい、はい、はい、マルちゃんがね、痛い、まさかの痛いわ。ジャイアンツにね、はい、移籍ということで、はい、ね、カープファンとしては、はい、正直、はい、日本シリーズよりかショックです。そうですよね、はい、結構残留すると思ってたんで、そう、ほぼなんだかんだ、まさかですね、うん、まさかでしたね。うん、残留かロッテかと思ってました。そうですね、どっちかだと思ってましたね。ロッテ手形を渡すみたいな、うん、あれはダメあれはダメ、大反対、あれは良くないっすね。監督手形とかバカじゃないのとか思ってた。あの汚れさんから全滅って来てますよ。全滅、はい、これ汚れさんですね早いな早いな全滅、はい、これ晒し物ぐらいな感じでユウスケの前にずっとこのテロップ出すこういうことができるんですね。できますよね。ね、こういうの、こういうことね、普段やらないからね、ちょっとね、技術進歩にね、びっくりしてます、ね、びっくりし、はい、時代は進んでますね。レギュラーメンバーなんで、ユウスケのところだけずっと出す、ね、ありがとうございます、はい、ということで、僕からちょっとね、お山形さんにプレゼント丸見えますか、ま、
マル、マル、いただきます。きっちり飲んでやってください。飲んでやってください。しかも赤いじゃん。赤い。赤い丸じゃん。赤丸じゃん。ねえ。オレンジに変えてあげて。ちょっとオレンジっぽいな。飲み干してあげて。トックンの前に三角がいるから、トックンの顔あたりに丸をつく。あ、これはこれ。これか。これですね。あ、これだこれ。こっちか。こっち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 。丸。まあいいねいいいい。ねえ。いただきます。いいなもう丸。ね、来シーズンどうなっちゃうんですかね、カップね。うん、考えたくもない。そうですよ、僕のね、職場の人もね、カップファンいるんですけど、同じことですよ、ね、うん、日本シリーズで負けたよりショックっつって、ね、まさか出てくとは思わなかったですよ、うん、結局残るんでしょみたいな、うん、来年ユニ何買おうかなっていうなるほど、マルってヨーグルさんからコメントできてます。まる、はい。ね、ヨーグルさん来ればよかったのにね。ね、本当ですよ。来ればよかったね。本当ですよ。うん、アルマレッツァ代表として。ね、ね、ごめんね、ヨーグルちゃん。はい。ということで、今日のゲスト、ちょっと今、蚊帳の外になってしまっているので、いつも通りになっちゃいましたね。誰かが蚊帳の外になっちゃうんですね。まあ、大抵僕だったりするんですけど、ついていけなくて。ということで、はい。で、じゃあ、ユースケがいるから、真面目な話に戻しましょう。そうですね。なんか、見たところ、来年の福川県の一部が、すごいことになってますね。見に行きたいもん、うんうん、どうなんですか、ですけど来年の神奈川県の一部じゃ強いところっていうのがもう結構、いや逆に弱いところが一個もないっていうのが本音で、でもそれで言ったら今年も一緒ですよ。今年もやっぱり関東から落ちてきたチームあって、半分ぐらいが関東経験チームになって、今年もそうかな、コブラが落ちてくるんで、まあどこでやってもきついですね。埼玉だってね、関東経験チームいっぱいありますからね、うん、あいっぱいですか。いっぱいいます。アルマ、ヨノシティ、パイオニアっていうの、あ、はい、忘れてた。パイオニアっていうのもいますよ。パイオニア川越がありますね。でしたね。パイオニアっていうチーム。若葉霊園。はあ、パイオニア残留決まったんですよね。若葉霊園ね。懐かしい。はあ、そう、そんなにあったっけね。忘れてんじゃないですか。しっかり忘れてた。ね、神奈川の方が激戦ですけど。本当ですよ。すごいな、すごい。2021年に、また関東の枠の再編があると。あ、そうなんですか、うん、そうなんです。再編があると。増やすの？いや、だから下手したら埼玉が減るんじゃねえかっていう。あ、枠だね。枠の、はい、いや埼玉減らした方がいいよ。4つもいらねえ。埼玉羨ましいっすな。その分山梨の 0.5 貸してもらえます。それいいね。山梨の 0.5 貸してますからね。貸してもらいましょう。で、2020年が埼玉なんで、開催が、はい、埼玉5チーム出れると。わビッグチャンスじゃない。ビッグチャンス、ビッグチャンスなんです。実質与野州今回こうね、5チーム出れた時でしたね。上がった。あ、そうですね。もうここしかないって言われて、ね、ここでダメだったら多分ねえだろうって話も本当でしたね。ただ俺らはないと思って言ってたので。回転の親父が渋かったですね。渋かったっすね。懐かしい。回転の親父ですって言ったら元長野パルセイドのね、はい、佐藤大天選手のお父さんが来て調子になったっすね。ねえ、まあ今年振り返って、僕らはねもう番組で振り返ったんで、はいはい、神奈川はぶっちゃけどうでした今年は。本当に多分激戦区なんで、まあ最終節で順位入れ替わったりもしてましたけど、うちほとんど、はい、あの余裕で勝った試合って一個もなくて、うん、1点差か2点差をこうずっと繰り返して積み重ねてちょうど明日振り返りのミーティングチームでやるんですけど、追いついたとか逆転の試合が圧倒的に多くて、結構先制を6、7回先制されて逆転してとかやってるので、結構接戦でしたね。あ、なるほどね。この試合はきつかったなっていうのも、ターニングポイントというか
これがあったからなんかチームか勝ち点を重ねられてきたなとかっていうのありますか。ですね、グラシア相模原ってチームにあるんですけど、はいはいはい、結構昔からも長い付き合いでお互い、まあ、仲良くもしてて、代表同士も仲いいんですけど、あそことやった時に前半で2回 PK 取られて0-2で、もうそのまま行って後半残り15分からうちが4点取って 4-2 で勝ったっていう試合は、まあ、チームの一体感を生んだっていうのはありましたね。必ずねシーズン通して戦ってるとターニングポイント的なね試合は必ずあるんですよね、うん、チームが一つになるというかベクトルがみんな揃うっていうところが、優勝するチームとか上にガーンっていくチームってやっぱあるんですよね。うん、ちなみにうちは今年引き分け負けのスタートなんですよ。そっから盛り返すってなかなかですね。もう最初2試合終わって、うん、あこれきついかなってね、でそもそも品川カルチャークラブ横浜の発足っていうのはサポーター、僕自身は、はい、サポーター出身で、諸、はい、先輩方に中学生ぐらいから育てられたときに、はい、ちょっとおかしな育ち方しちゃったから、ね、日本代表のインフィニティ、そうですね、はいはい、ゴール裏であのでっかい弾幕があるんですよ、はい、そう多分絶対みんな見たことあるんですけど、可能性は無限大っていう、はい、うん、あのあれはいい幕だよね。そうですね、大好きよあれ、うん、そう言っていただけると。そうなんですよね、だからなかなかサポーターでチームを立ち上げてちょっとガチでやろうよっていうのなかなかないですよね。そう、まだ出会ってない、うん、出会ってない、はい、どっかしらのチームにの中に入っていくっていうのはちょこちょこ見かけるんですけど、うん、自分もうちょっとマイクによって、はい、自分の声が遠いですという相沢さんからの相沢さんから大変申し訳ございません緊張しないで、せっかく一杯引っ掛けてきたんだから一杯引っ掛けてきても言っちゃダメですようちはもうアルコール OK なんです。 OK なんですね。あ、わかりました。全然 OK で、今日もアルコールないですね。そう、今日マルだけ、マルだけ2回分のマル、うん、でそもそもなんでやろうかって思ったんですか。いや、まあ、あの J リーグのサポーター僕も最初やってたんですけど、うん、はい、まあ、ちょっといろいろありまして、いろいろありまして J リーグのチームの応援をしなくなり、うん、自分で愛するクラブを自分で作りたいって思ったのがきっかけで、うんうん、だったら自分で作っちまえ、あ、そうです、そうです、はい、すごい、すげえな、そこができるってすごいよね。いや、できるって言っても最初もう河川敷で、うん、僕も試合出ながら、うん、ピッチ揃ったら9人しかいなかったみたいな、うん、こんなんやってましたよ。でもそれが、うん、結構社会人とはいえ県の一部まで上がって、うん、関東社会人に出るって相当なことだ、うんうん、相当なことですね。だって東京とか見ても分かるけど、だいぶ金かけてるじゃないですか、うん、今、うん、いや、ぶっちゃけ金かけましたよ。そうですよね、はい、本当にそうですよね、はい、そんなこんなね、そうですね、スポンサーさんやらね、いて、うちはスポンサーがすごい支えてくれるっていうのはかなり大きいですね。あとサポーターの存在もね、うん、やっぱりあの僕も品川と坂戸の試合で坂戸の方でスネア叩いて遊んでたんですけどやっぱ慣れてますよね、うん、応援が応援慣れてる。ちなみに坂戸のスネア見て、うん、うちもスネアやろうって言ってあ、そうなんそうなんです、ね、うち基本あのないんですよ、うん、あ、スネアは。あ、そうなんです、ね、あの日だけなんです。なるほど。あの基本的に埼玉は応援できるとこが少ないんですよ。でも神奈川もそうですよ。へえ、ね、太鼓叩いていいところはほぼほぼなくて、もう綾瀬とかさ、綾瀬も OK だと思って行って太鼓叩いてたら、試合中に今日はクレームが入ったんでやめてくださいって言われて、よくあるあるあるですね、社会人、うん、ま、事前にこう
許可を取ってないとか、うん、周辺の地域の人に、うん、ってなるとそうなるよね、うんうん、前も話したと思うけど、スネはかっこよかったですって、かっこよかったって、でも名前が入ってない、おあら誰だ、嬉しい、あれですけどね、スネはかっこよかったそうですよ、よかったですね、よかったですね、ありがとうございます、ね、あのベンチにいた選手たちがちょっとこれいいな、ちょっとなんか気持ち入るなってずっと言ってましたそれでそれで負けたかもそれでねえ、スネアあるとちょっとテンション上がりますよね、うんうん、上がりますね、あれはやっぱり、うん、叩き方によっては声が消えちゃう時ありますよね あんまりバンバン、まあ、確かにバチバチ叩いちゃうと、うん、消えちゃうので、綾瀬が NG って綾瀬さんが言ってそうなんだよね、だから俺の的にはそうなのさ、綾瀬、うん、はできてたじゃんか、結構神奈川って、神奈川って周り何にもないようなところが多いイメージ、うん、でもこれ綾瀬って2個あるんですよ、あで多分あの天然芝の競技場の方ですよね、あっちは OK です、あっちは OK なんで、もう一個人工芝があって、人、うん、はい、人芝の方がダメでした、たけると試合やる時が大体そうです、ああはいはいはい、ねえ、サポーターあの西ヶ丘でいろいろと言われてたみたいですけど大丈夫ですか？本当ですね。あの一試合目やってる最中に幕とか張り始めちゃって、で一回注意されてもまたタスキとかをかけ出したら。からツイッターとかで軽くプチ炎上してたんだ、うん、見ました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 、いや見てないですけど、えそうなんだ、俺らだったらあるあるです、あるあるです、俺ら普通にやっちゃうけど、でもでもね、それを僕自身はそんなに言うことじゃないかなとは思うんですけど、うん、お前らクラブワールドカップ見てみろと、うん、むちゃくちゃだぞあいつらっていう、うん、そういうんじゃないが、人工芝の方が新しい方のグラウンド、あそっちに戻りましたね、あ綾瀬そうですね、綾瀬スポーツ公園、あの、はい、謎です相澤さん、関東に上がったら注意してくださいあ、でもあそこは関東リーグできないです。あ、そう。はい。あ、人工芝だから。人工芝、あ、人工芝っていうか、人工芝できるんですけど。あの、シャワーとかがないとダメなんです。そうですね。はい。更衣室とかシャワー。だから東京国際大学も、第二サッカー場あるじゃないですか、 あそこにシャワーなんてないんで、第一サッカー場の裏のところにちっちゃいシャワー室あるんですけど、ちゃんと第2サッカー場でやるチームの名前が貼ってあるんですけど、こんなの使わねえだろうみたいな絶対ここまで来ねえよっつって、うん、そういう決まりがあるんですね、まあ、ね、関東に上がるとそういう規定があるから ね、 ボールボーイ何人用意しろだとか、坂戸もあれですよね、だ坂戸市民で無理くりシャワー室作ってますよね、無理くりやってました ね、 やってましたね、ありましたね、あったあった確かにあった、超無理くり、ね、無理くり作ってます、無理くりやってましたね、うん、なんか、まあ、厳しいんですよね、うん、だって何度も確認したもんね、ここで大丈夫なんですかってね、でやるんですか、やるんですか、本当にこれでいいんですかって、うん、やりますって言ったし、関東の方も全然これなら大丈夫ですよって言ってたグラウンドですよ、うん、あのデッコボコのボールが跳ねるやつね、転がらないイレギュラーするやつね、そう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 、ゴールが、ね、違う人のとこ行っちゃうやつね、ゴールのポストがね、パワープレイみたいな、ゴールポストが普通今丸いじゃないですか、あそこ四角いんですよ、四角い、四角いまんまなんです、もうまさにキャプツバ時代のあの衝突して血流しちゃうみたいな、そんなような、三角飛びがやりやすいとこなんですね、うん、だからそうなん、まあ、話戻すけど、何者っていうか応援でそんなことが起きたんですか、起きた、起きましたね、でも僕見ててあれ、まあ、実は出そうとしたんではなくて、サイズをこどっからどこまでだろうってやってたんで、僕気づいてすぐに言いに行って、ちょっとさすがに試合中だからやめようって、あ OK です分かりましたって下がって、うん、さらにその後タスキのサイズをやってる時に協会の人来て怒られちゃったっていうのがマシンで、ああなるほど、協会から怒られたの、まあ、東京都サッカー協会から多分言われてると思います、あ1試合目はどこ対どこだった、トーチタと足利、そうですね、ですね、どっちもサポーターいないじゃん、ないまあまあでもマナー的なところで確かによくはなかったんで、それはまあ反省してねっていうのは話しましたけどね、うん、まあ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 そこはね
まあ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 そうだよ、マナーは守んなきゃね。そうそう、マナーは守らなきゃいけない。他は諸先輩方にそういうの習ってきてないし。マナーはね、マナーはね、先々サポーターの気持ち戻っちゃうんです。ああ、なるほどなるほど。そう、だいぶ前のツイートになりますけど、最近ちょっと見たやつで、坂戸のサポーターは三つ沢で勝手に叩いてるみたいな話がありますけど、あれは許可取ってる時しか叩いてないですからね。許可取ってない時は叩かないですからね。三つ沢が禁止、三つ沢だっけ、三つ沢ダメなんですか。三つ沢じゃねえや、あそどこだっけ、ほどがや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 が禁止って言われてるけど、ほどがやは俺ら許可取った時じゃなきゃやってないから、ってないよ。ほどがやオッケーじゃないですか。オッケーだよ、オッケーだけど、ダメな時もあったの。あの高校野球でバン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 隣でやってるんだけど、俺らはダメって言われる時って言われて、でなんで隣高校野球やってるの、もう一回確認してきてって言ったら、いやオッケーっすよ。そこで事前になかなかわからないっていうか、日比野さんたちもあそこのね、清瀬で太鼓叩けるのかっていう話を、あの代表者会議と開会式で、 あそこ俺もいたんです。あ、この週今回のスタッフでいたんですよ。僕も後で気づきました。いたんです。でその時に聞いてくれって言われたんで聞いて、あ、清瀬と西ヶ丘なら OK っていうのだけは聞いて。南豊ヶ丘ダメなんだよね。あそこは関東の時からもダメ。住宅街ですもんね。団地だらけですもんね、あそこ。結構でもサポーター難しいですよね。難しいですね。僕らは県リーグとか長いんで、そこら辺のこうなんとなくな感じは分かるんですね。あ、ここ無理そうだなとか、あ、確認しないとダメだなとかっていうの、絶対確認は必要ですもんね。だから太鼓叩いての応援はダメとかなら分かるんだけど、応援自体がダメってところもあるじゃん。これ声出しダメありますね。どことは言わないけどね。すいませ ん、すいません。あるよね。すいません、秋葉の森がそうです。どことは言わない。秋葉の森は声出しもダメ、幕張もダメなんです。何もダメ、じゃあどう幕張っちゃうとネットがこれダメ、ネットが痛むからダメっていうあれになったんです。で汚れさんたちはじゃあ後ろの山に幕を干すっつって、それで俺らは俺は何も言わなかったです。それ以上は言いません。言わない。 AKB の本当すいませんね。過酷な環境。本当ねえ。あれそうなんですよね。そういう環境で結構みんなやってるんですよね。地域リーグになるとね。そうなんですよね。でも横ちゃん的には良かったじゃん。松山もなくなったし。与野八もねって言ってます。与野八もね。与野八王子ね、あそこ俺は大っ嫌いだな俺。あ、こんな。めっちゃめっちゃめっちゃ。あそこね、夏場日陰がないからクソ暑いんですよ。人工芝しか、全面人工芝なんで、もう照り返ししかないっていうね。日陰もないっていう。これね、でも過酷な環境って言うけど、J と比べたら当然そうなんだけど、与えられた環境の中でちゃんとやるので、事前にちゃんと教えてくださいって感じですよね。そう。大丈夫ですかって聞いて、大丈夫ですって言われてるのに、後からダメですって、ね、さっきみたいな、途中でクレームが入ったからすいません、やめてくださいは分かるんだけど、誰が OK 出したんですか。いや聞いてるしみたいな。あれが一番困りますか。社会人あるあるですね、そういうのはね。なかなかこう 見られるっていう意識があまりないので、特に埼玉県とかは、ちょっとサポーターには環境はきついかなっていうのは厳しいですね。神奈川はその辺どうですか。どうですかね。でもいくつかサポーターが来るチームもあるので、まあ、だんだんこうちょっと協会側も慣れてきて、サポーターこうだよねみたいな、でサポーター来るからこういうとこ気をつけようっていう会話は出てくるようにはなってきましたね。結構リーグの会議でも出ます、そういう話は。埼玉は多分出てこないんじゃないかな。この間の清瀬なんてね、サポーターのいるチームばっかりだったから、俺すごかったですね。4チーム同時でしたもんね。そう。あれ B 面、B 面、C 面もまさにね。試合前にね、空気悪くしないように悪ふざけしてね、4チーム全部そっち写真撮ったんだよ。あ、それ見ました。あ、クマと一緒ね。そう。みんなで撮った。
あれいつ載せてくれんのかなと待ってんだけどさ、この写真欲しいんだよな。あー、どっかに公式ツイッターに多分載ると思いますみたいな、うん、公式ツイッター出てなかったですか、うん、出てなかった、見つけられてないよな、ちょっと確認お願いします。相澤さんが高学院のグラウンドが好きって言いましたね。ああ、いや、それはないけど、うん、いいですね。環境は選手は超きついです。あ、そう。選手は超きついです。夏の工学院は地獄です。地獄だ。日陰がない。いや、なんかもうこもって多分体感 4,50 度いきますね。ああ、熱がないじゃないんだって。なるほどね。周り校舎だし、ね、声出す方はねすごくいいのよ。すぐ響いてくるから。ああ、山彦って感じだね。山彦ですね。見やすいし。ただ遠いっていうのが難点なんだけど、ね、うん、西武ドームだね。そうだね。がっつり掘ってる感じの。ねえ、まあ行く末は品川さんも関東、うん、まあその上、そしてその上を、まああんまりこう J リーグに上がるみたいに掲げては実はいなくて、うん、そういうチームがあっても俺は全然いいと思うんですよ。うんうん、J3 で YS とやるんじゃん。あんまり個別チーム名をこう出されるまたこうクラブ間の関わりと諸先輩方の関わりがいろいろあるからいろいろなしがらみがいろんなしがらみが、ね、はい、やってきますね。 YS さんは諸先輩もいますもんね。諸先輩方が諸先輩いらっしゃいますからね。だからね、社会人は社会人で目指せるところまで目指したいっていうのはぶっちゃけあるじゃないですか、うん、あの月から金まできちんとサラリーマンの土日アスリートっていうのをちゃんと体現するクラブを作りたいっていう真面目な話しても大丈夫ですか。全然全然、これをやりたいんですよ、うん、なんで必ず正社員できちんと働いて仕事をまず第一、うん、でその上で、まあ、週末土日サッカーして、うんうん、で見る人がいやなんかこんな普通に働いてるやつらがめっちゃ頑張ってサッカーしてる、うん、なんか見る方がちょっと元気づけられたっていうチーム作りたいっていうのが、うん、まあ結構今一番考えてることなんですけど、うん、すごい、はい、土日真剣に遊ぼうぜって話、うん、あ、そうですそうです、うん、なんかコメント入ってるよ、はい、あ、うちの所属選手ですね、友澤兄弟は。おこのレベルじゃチート何、まあ2人とも J3 でそれなりに活躍した選手だったんで、お、はい、で兄弟で引退した後1年ずれかなで僕のところ来て、うん、実は2人とも同じ会社で働いていて、で今週末は頑張ってるっていう、いやすごい、友澤兄弟すごいんですよ。必ずファミリーが全員応援しに来るんですよ。そこはなんかこうお僕も世の中今回で選手に言うんですよ。できれば試合に家族とか、ね、親御さんとか恋人でも何でもいいから応援してもらえる人連れてこいって言うんですけど、うん、なかなかね連れてこないんですよね。そういう応援してもらうっていうことのありがたみというか力というかっていうのを知らない選手って、まあ、県リーグとかだといっぱいいるんで、なんかそういうのを知ってもらえたらなとは思うんですけど、シティなんて初めて応援した時ね、選手振り返って試合中なのにありがとうございますってやったからね。試合中だぞって言ってたんですね。そんなその時なかったけど、ね、選手のコールしてあげたんです。そしたらピタッと止めてありがとうございますって、いやいやいやどうぞどうぞ、それも感謝だからこれ。感謝で一番大事な時。意外と選手ってサポーターとの距離感って測りかねてるなって、それこそうちのプロ経験した連中でさえもなんかどう接していいか、本当に自分のこと見に来てくれてるのかってちょっと懐疑的だったりは結構あります。なかなか難しくて、そこはやっぱサポーター出身だと距離の詰め方みたいなのある。いや僕だいぶ教えました、サポーター心理っていうのはだいぶ教えましたし、サポーターとしてどういう気持ちでここに来てるかお前ら考えろよ、うん、でこの見に来てくれてる人たちは今日の勝ち負けで月曜からの気分1週間変わるんだからなって思熱いね、さすがだね、さすがだね、そうなんです、ね、サポーターそうじゃないですか、うん、そうなんです、さすがだね、ね、ひどい試合見て帰った時の疲れ3倍ね、わかるね、3回言ってるよねそれね、うん、もうロングアウェイの帰り、そう、もうね、嫌だよね、本当
そうなんですよね。わかるわ。広島まで行ってキーパーが手で投げたボール見てる。出たよ、伝説だね。それだいぶ伝説だよ。だいぶ伝説だよ。世界で本当も。でも世界で多分初めてだろうなぐらいの勢いでしたけどな。まあ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 ね、そうなりますよね。サポーター心理な、まあ確かにこうね、サッカーやってる人ってもう J とかもあんま見ない選手多いじゃないですか。多いですね。あのこれまあ僕このここで違う番組やってたんですけど、最初に来たアーセナルサッカースクールの河野さん、河野さんも言ってたんですけど、日本のサッカーのダメなところはサポーターはサッカーを遊びでもいいからやらないとダメだし、サッカーやってる人はちゃんとゲームを見ないとダメだっていう、あのサッカーやってる人ってプレーを見るんですよ、自分と照らし合わせて。プレー見るけどサッカーのゲームを見てないから、サッカー IQ 低い選手結構いるんです、足元うまいくせに。うん、まあ世の衆今回そんなやついっぱいいますけど、ね。コメント入りました。戦国神奈川の来季展望もぜひぜひ。あ、いや地獄っす、地獄っす、ね、地獄としか言えないですけど、やっぱ関東経験チームばっかりで、うーん、多分そんなに勝ち点差がつかないリーグになるだろうなっていうふうに思いますし、でも結局重要なのって失点数だと思ってて、で実は品川って去年確か40失点してるんですよ。で今シーズンこれをどこまで減らせるかっていうんで20っていう目標を掲げて、結果19だったんですよ。なんで、まあ、1試合あたりのこう失点数が、まあ、1ぐらいに収まったっていうのが全てだったんですけど、多分この守備のところが結構キーになるんじゃないかなと思います。そこはね、どこのリーグも多分間違いないと思う、これ真面目な話すると、J1 リーグ、J2 リーグ、J3 ってどんどん落ちてきたのに、何が違うってキーパーの能力の差がガクンと変わるのがあって、本当上のリーグでも通用するキーパー持ってるチームっていうのは失点数少なくて本当守備が安定するんだよね。それを言うと、ね、俺この間の南葛さんはなんで大河原君を出さなかったのかなって僕は思ったんですけど、そこは誰も誰からじゃないですか。ああ俺らは彼の方が怖かったなって思ったんです、うん、ねえ、相田さんからありがとうございますという、その神奈川の、いややっぱでもキーパーはね、質全然違いますもんね、関東県リーグだけでも全然違う。J1、J2 で違うでしょ。もう全然違う。全然違いますね。スピードとキーパーの質の差って露骨に違いますもんね。うん、カテゴリーが1個変わると。うん、だそうなのよ。だから関東に上がった時すごい差感じたもんね。感じた。すごい、この差は何っていうぐらい。例えばキーパー。スピってね、キーパーに恵まれてたね。それこそ馬淵だとか大河原のレベルがこんだけ高かったんだなって。そう。改めて実感しましたね。キーパーってやっぱアマチュアって補強も含めてすごく難しくて、難しいです。結局大切な週末をもろ削って試合に来て、90分間ベンチにも入れずスタンドに見て帰るみたいなことって、難しいじゃないですか、ね、そうですね。なんで多く抱えられるわけでもないですし、まあ、フィールドだとまだ出る時間ちょこっとあったりってあるんですけど、サブのキーパーって本当に難しいですね。うち無駄にキーパー5人いますけど、それはきっといいチームの証拠なんじゃないですか。無駄に5人いますけど、まあこうレギュラーとサブのとの差がもう こんなんですよ。で一番下のキーパーの子を、まあ、コバルトーレと小永と練習試合やった時にちょっと出したんですよ。ちょっと出して10分間なんですよ、はい、でボール持って歩いてボール落としちゃってそれを拾っちゃうっていうそういうことをしちゃうんですよ。でそこの関節フリーキックを決められてもう帰りもうだ黙って、そういうレベルなんです本当に、本当そうなんだよね。そうそうそう、プロと違うからね。あ
第2キーパー、第3キーパーのモチベーションの持っていき方が難しいんだよね、すごくね。本当に難しいです。今回関東大会で各チームがキーパー何人登録してたのかって結構チーム方針あるなって思ってて、8月の末までに登録しなきゃいけない、いけない、でそこに何人登録しておくか、でこれを2人っていう風に決めたチームもあったと思うんですけど、これって1人怪我したらもうアウト、おしまいじゃないですか。でうちはそのためにセカンドチームにいたキーパーを上げて3人で行ったんですけど、やっぱその3人目の選手は非常にメンタル的に難しかったと思いますし、もうよく支えてくれましたけどね、すごいここは悩ましかったですね。なるほどね。3人、あれ坂戸はキーパー何人登録でした？3人じゃなかった？3人でした。名前は3人、うちは2人でしたね。2人で第3キーパーがコーチとしてベンチに入って、第4第5はもう僕らは入れなくていいですっつって僕らは出るレベルじゃありませんっつって、何かあったら交代で出る選手は1人入れとかなきゃいけない当然わけだし、うん、ね、社会人ですからね、うん、何があるかわからないですからね、うん、ね、それが一番怖いですからね。あ、土日だけですからね、まだあれですけど、ね、皆さんご存知の前者になりますと月曜日だったメンバーがガラッと変わる。そうですね、うん、だからね、リーグ戦とかでもあのスタメンが出るじゃないですか、ミーティング終わった後、それを見て、あいついる、あいついないみたいな、今日こいついないからみたいなっていう話は出ますよね。うん、うち与野が坂戸に勝った今年のゲームを、あ、今日え監督が出るとか監督先発で入ってるとか、斉藤優太いないとかそういうような社会人あるあるですよ。しかもね、同じ県リーグだとも顔見せる、そうそうなんです、ね、そうなんですよ、多いんですよ、うん、あれ結構気をつけないと、インスタとかに今日こいつ怪我したみたいなの書いちゃう選手いるじゃないですか。そうすると、あ、こいつ多分明日出ないんだなって分かっちゃうんですよね。だからそこの対策にもなっちゃうんで、もう SNS の書き方とかはだいぶ言いましたね。プロでもなってるもんね、問題も、ね、いや、プロでもなってましたね。なったもんね、イニエスタ出ねえよって入れたんで問題になってたもんね。神戸を補強するのかい、まだ。あ、ねえ、したね、もう決まりました、決まりだよ。三田くんまた背番号譲る、また三田くん変わるよ。いや、でもシーズン終わり、あ、まあ終わったからいいんだけどさすごい、だから SNS なんてね、漏れたら最悪だもんね。ごめんね、はい、フォワードよりセンターバックじゃない、いや必要なと思うんだけど、うん、で、ビジャでしょ、ビジャでしょ、ホタルも呼ぼうとしてるでしょ、ホタル呼ぶでしょ、うん、ホタル呼ぶ、うん、なんかすごいね、なんかすごいね、お金あるチームすごい ね、でもあれ、あのお金ってビッセルのお金じゃないんですよ、三木谷さんね、そうですね、楽天のお金なんですよね、楽天マネーですからね。ポイント貯まってんじゃないですか、なんか、ね、いいなぁ、ね、リセットボタンを押す方法いくらでもあるから、そうですね、リセットなんかポチっていきそうですもんね。そうだってまたあれでしょ、楽天が今やってて赤字が貯まったら、うん、クリムゾンに株式売買したってことにして、そのお金でチャラにするんでしょ、うん、そう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 、あのリセットボタンがあるから、そう、リセットボタンから、うん、どうにもなるしね、すごいね。で、JFL が結局落ちるチームなし、いや、コバルトーレ落ちました、コバルトーレ落ちたんだJFL から上がったの1個だけじゃん、いや、2チームですね、あの、八戸が上がったんで、あ、そうだ、八戸上がりましたね、バンラーレ八戸が上がったんで、うん、で本当だったら今治も上がれるんじゃないかっていう位置にいたんですけど、結局ダメで、ダメだった、 今治で、今治が上がってたらコバルトールも残ってたんですけど、 JFL から J3 に結局上がったのが八戸だけです、 1個だけです、だからコバルトールが、コバルトールが降格、でも最後勝ってれば自力では残留はできたんです、うん、でその前も琉慶と直接対決だったんですけど、ロスタイムまで勝ってて 2-1 で、 2-1 で勝ってたのがキーパーのゴールキックが風に流れてそのまま入っちゃうっていうミラクルミラクル、ロスタイムで追いつかれて風に乗って入っちゃった、風に乗って入っちゃった、でキーパーも目測誤って、アメリカのバスケットの映像0.7秒
ースファン、うん、まあまあでもコバルトーレはしょうがないかなとは思いますけどね。うん、まあちょっとチームの選手たちの頑張りとチームの力が追いついてなかったっていう、うん、いろいろ、ね、いろいろ書いてましたもんね。要は流刑が落ちてこないから関東は2チーム上がれたっていう、うん、どんどん下のカテゴリーに影響してきますからね。そうなんですよね。なかなか来年流刑厳しいんじゃないですか。まあどういう、まあ、でも J3 にまた上がるチームが出れば、まあね、そうですね。沼津はもう J3 今治、あと奈良奈良とか FC 大阪多分ライセンスもらえないんじゃないですかね。うん、今年で結局関東に上がったのってクリアソンとトーチタです。あ、トーチタさんが、はい、ね、今帰りです。茅ヶ崎帰っただけね。いやでも1年で戻るってすごい。すごいよね。すごいそれ相当すごいんだよ。うん、絶対に無理だと思う。うん、リーグね、あの神奈川で勝ち抜くのもすごいし、うんうん、あの大会で勝ち抜くのもすごいし、うん、いやすごいと思う、うん、そうなんですよね。だからあの大会ってやっぱり関東から落ちてきたらまず1年目のチーム絶対マークされるじゃないですか、うんうん、で各ね都県でかなりいい成績取ってきたチームも完全にマークされるじゃないですか、うん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 、だから南葛とかは完全にマークされるチームだったじゃないですか。 そうですね。そこで勝ち上がるのってやっぱ波じゃないですね、うん、波じゃないですね、うん、その時の運とかもありますしね、うん、一発目に勝負かけてくるしね。そうなんですよね、うん、まあ、でもこの関東感謝を経験できたっていうのは大きいよね。品川さん、いや本当に大きかったですよ。どういう気持ちで初戦まで持ってた。うーん、いやもう勢いよくこのまま行こうっていうのをもうシーズン当初から掲げて、まあ、結構実は長期プランで去年のリーグ戦全然うまくいかないで最後5位で終わって、でそこから年変わる前にもうちょっとこれ頑張ろうよって言ってリーグのカップ戦で優勝し、でそこから年明け天皇杯の予選、あの県選手権優勝し、でリーグ戦優勝しっていうんでいい流れできたんで、もうこのまま行こうっていう流れで行ったんですけど、いざピッチ立たせたら結構やっぱ緊張もあって、あのチーム十何年やってきて初めて見たんですけど、最後試合終了の瞬間2人足つって前にいましたよね。痛い。なんでまああんなになっちゃうんだなっていうのは、で彼らも普通にそれこそアンダー入ってたりとか、うん、大学でバリバリ出てたり、うん、プロ経験してたりっていう、うん、そう、あの最後2人全然ポジション違う2人を2トップに置いたんですよ。もう動けないんで、でもあの2人とも元プロとアンダー入ってた人間なんで、うん、そんなやつらでさえあの舞台で緊張して足つるんだなっていういい学びがありました。あの勝手なね個人的なあれで言うと、確実に後半足止まるから、ね、品川は、うん、絶対につけ入る隙はあるし、うん、うちは経験値がやっぱり感謝のとしては経験値があるので多分つけ込めるだろうと思ってたのさ、うん、ね、ね、うん、あの手が1点取った後うまくやられましたね。そうですね、あそこですね、そうですね、なんか GM なんか監督なんか知りませんけど、いいタイミングで選手交代したやつ、すげえ痛みが監督に、こいつは分かってるよねってみんなで言ってた。ちなみに僕は一切采配に口出さないっていうふうにもう決めていて、全部監督です。監督なんだ、すごい、すごいね、状態だった、もう3点目綺麗だったね、深さないでね、ちゃんと枠の中入れてったね。結構この1シーズン苦労してきた選手 で最後ずっとボランチで出ていてちょっとうまくいかなくて外されて、で最後あのトップ下っていうポジションを大会直前に掴んであのゴール決めたんで、ちょっと見てる側も嬉しいゴールでしたね、あれは。あのだから最初からあのなんだ、あのトーナメント表を見た時にあの神奈川の1位とやることになってたわけじゃんか、で品川2位だったじゃん、当初さ、いやー統治たやだなと思ったの俺はね。知ってるから
関東でもあったやってるし、だからだったら品川がいい来るんだったら、で最初からそのトーナメント見ない前はとにかく南葛とやりたいって言ってた、なぜなら勝てると思ってたから、どうせやるんだろうね、うん、間違いなくつけ入る隙は絶対にあるから勝てると思って南葛とやっぱり品川とはやりたいって言ってたね、うん、でもねやっぱね、うん、我々もね南葛に勝てると思ってましたからね、うんうん、勝てると思いましたよ、思いましたよ、うん、でも奇襲今回はいい意味でも悪い意味でもいつも通りでしたねもうダメなとこもいいところも案外緊張はしてるけど程よい緊張感で結構みんなガツガツいけて喋ることもできたし、でも悪いところは悪いまんまだったっていうところでしたね、そして来年は栃木開催、うん、栃木開催、うん、またいっぱいいろんなところが集まって同じ会場でやるんですかね、前回そうでしたね、前回そうでしたね、そうなんですよ、4面ぐらいありましたよね、うん、天然芝ので前回は関東リーグの再編があったからね、上がれるチームが多かった、そうですね、はい、準決まで行けばっていうところですよね、前の東京大会の時はタケルが上がって、そうあ前の栃木大会の時に高学園 F マリノスが上がってっていうね、そうです状況ですね、品川がね、うん、品川がね、うん、上がんなかったから坂戸の呪縛もこれでいやその去年ももうあ去年も解けてるんですね、去年も解けてます、今もうザスパンに移りましたから市川さん言ってましたな、そう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 、ザスパンに移行したからもう大丈夫です、なるほど、品川の選手もさ、リーグ戦でね、高学園 F マリノスサポーターいるって言ってもさ、またちょっと違うよね、両チームサポーターいてなんかあんな応援してたと、まあそうですね、あと何より僕が試合前になんで坂戸のサポーターに挨拶しに行ってるんだろうっていう異常な雰囲気が漂ったのだけはこうちょっと否定できないいやね、山形さんと反省しまして、おいユースケって声かけてタイミングが最悪だったミーティング直前ってちょっと待ってくださいっていう、ごめんね、それは周りは不思議に思いますよね、ほんとごめんおっってなりますよねちょっと僕も気持ちが中学生ぐらいの頃戻ってはいってごめんごめんねえ、今回はちょっと楽しかったですよね、今回は楽しかったですね、楽しかったですね、いろんな人が知ってる方々がいっぱい、うんうん、ユースケとその前にあったのがブラインドサッカーの時だったんで、うんね、ブラインドサッカーの方もやってますね、やってます、そうですね、はい、ニーフィーやってますね、特区あれだったんでね、ブラインドサッカーの人とかブラインドサッカーっていうかあのね、ああはい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 、そっちの人が来てくれたんでね、はい、前の番組で、はい、来てくれたんで、障害者サッカー連盟の理事をやってる方が、はい、来てくれて、あ、はい、そうなんです、いやでも次はサポーターを呼んで、サポーター緊張してましたよ、ね、相当あなたにえ、うん、またいや多分言ったから、はい、僕がそうなの、はい、何を言ったのなかなか言葉で表現できない前だツイッターにも書いたけどさ、なんかさすごい言われてんのさ、坂戸のサポーターは なんか柄が悪いオラオラ系って言われた時にはちょっと半分笑ったけどねなんか書いてあったんさ、でもけもう削除されてたんさ、へーオラオラ系って言われた時にはもうはぁまああながち間違いではない、間違えてるよ普通のサッカー好きのおっさんですもんね、おっさんはい、ということでねもう残り1分切っちゃいました、早い、はい、なんか告知することありますか、あそうですね、あのセレクションとかやんないの、セレクション、まあ、実際のところ今もう割と来季の補強はもう決まってきているので、うん、素晴らしい、素晴らしい、セレクションはやらない予定ですが、はい、まあ、でもやっぱりサポーター増えてほしいですね、であの大会見てあのサポーター面白いって思ってくれた人っていたと思うんで、なんかそれで増えてほしいなって、そうですね、はい、じゃあうちも増えますように、あ、坂戸も募集してますので、はい、優しいですからみんな、優しいですから、はい、ということで本日の
本日のゲストは品川カルチャークラブ横浜の GM の吉田祐介さんでした。ありがとうございます。はい、次回の放送は1月5日の土曜日ですね。はい、はい、新年一発目頑張っていきましょう。ということで、最後にコメントください。ありがとうございました。良いお年を。あ、そうか、もう12月だ。そのうち。ありがとうございました。